おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3547です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てをね行いました、こちら HGCE のマイティストライクフリーダムガンダム、こちらの組み立てをね前回やったということで、今回ですねとりあえずこの状態での稼働範囲、それから武器の保持とかね、その辺をやっていった後に、こちらを組み付ける前に以前紹介しました HGCE のストライクフリーダムですね、そちらのねバックパックをつけるねやり方もちょっとやってみようかなと思います。実のところまだ映画を見てないんでね、こちらの状態にストライクフリーダムのバックパックがついてね、ストライクフリーダムの錦というね形で出た姿はね見てないんですけどね、それが果たしてね組み付けることができるかっていうね実験も含めてやっていきたいと思います。とりあえず本体に関しましてはこちらとなっておりますと。まずは正面ですね、で横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっておりますと。胸部とかね関節とかね、こちらのところには金色っぽいパーツがね採用されておりますけど、メッキではないんですけどね、非常にね綺麗な仕上がりになっておりますよと。では早速稼働範囲、頭部に関しましては左右に動かすことができるのと、ちょっと気をつけなきゃいけないのはこちらのビームサーベルのグリップですね。ここの部分溝にね軽くはまってるだけなので、ちょっと触ると取れるんですよね。なのでここの部分はもうちょっとねガチッと止まるか、あとは何かしらね加工してあげた方がいいと思います。知らないうちに吹っ飛んでねなくなってる可能性があるんで気をつけましょう。で頭部は左右問題なく動かすことができまして、一応ね根元の部分とかを利用することによって上はこんな感じ、下ですよと。下はいいんですけどね、後ろ方向がちょっと苦しいかなという感じですね。で腕に関しましては根元の部分でグリグリ、引き出し機構と跳ね上げがありますよと。ただ上のブロックがね動くわけではなく、中に入ってるね関節部分だけの跳ね上げなんでね、まあ限界はあると思いますけど、こんな感じですね。で腕は水平がこんな感じになっております。二の腕のロールが効きますよ。まあ組んだばかりなんで非常に硬いんでね、十分気をつける必要性はありますけど、ロールさせることができます。肘は二重関節でグイッとねここまで曲げることができますよと。腕についているこちらのパーツは前腕のこちらのブロックとね別になってて、手首前でね動かすことができますんで、一応ここでねグリグリ動かすことができる、プラス手首パーツは単独で動かすことができますよと。左右共通となっておりますよと。で腰のひねりが効きます。反り、前屈、横も確か動くはずっていうね、ここの部分は可動域は広めとなっておりますよと。ただここもですね、先ほども言った通り組んだばかりということでね、かなり硬いので下手するとボキっていう風にね気をつけましょう。フロントアーマーは元々はね一体になっておりますんでね、真ん中のところをスパッと切ることによって独立化させることができると。それが嫌な人はそのまま組めばねいいですけど、動かした時に同時にね動くか単独でね動かすことができるかっていう感じなんで、まあバラした方がいいと思いますね。はい。でサイドアーマーに関しましてはちょっとサーベルグリップ取れるんでね外しますが、こちらのサイドアーマー、ストライクフリーダムの時と違いまして、これは常にここ口ですね。以前のやつはライフルをですね横にマウントする関係でリアアーマー下げて、こいつをね後ろに逃がすっていう機構がありましたけど、それはねこちらにはありませんので、この状態で常にキープと。まあ一応根元の部分でグリグリ動かすことができますよ。当然ながらねこちらの部分の展開が可能となっております。足回りに関しましては股関節部分で前に出したりとか後ろの可動がある。まあリアアーマー動かないんでね、後ろ方向は限界値はここという感じになっております。で股関節部分がちょっと特殊でね、下方向にグイッと引き出すね機構がありますんでね、この部分を利用することによって干渉をねちょっと回避させながらうまく動かすとね、前に大きく出せるとかね、そういう感じになっております。で股関節部分でロールが多少効きますよ。膝の曲げがこんな感じでねグイッと曲げることができました。足首に関しましては横の可動と前後ですね、つま先も稼働させることができます。後ろのバーニアというかね、この部分を稼働するという形になっております。まあ全体的にはね可動域は非常に広いと思いますよと。ただまあ先ほどからね言ってる通り組んだばかりなんで、下手するとボリッといってしまうんでね、そこの部分十分気をつけましょう。あとサイドアーマーのこのはめ込みっていうかね、こういうところもがっちりやっても若干外れやすい感じがするんで、こういうところはね事前にネオジム磁石でね接続するとかね、多少の加工をしてあげないと、ちょっとビームサーベルグリップはね落ちてなくなる可能性があるんで気をつけましょう。はい、基本的な稼働範囲はこんな感じになっております。非常にかっこいいねまとまり方になっておりますね。はい、一応この味では、この状態でねとりあえず武器の保持とかね、その辺をちょっとやっていこうかなと。ビームサーベルに関しましてはここからポンと取ります。であとは手首パーツにズボッと刺してあげますよ。入らない場合はね手の甲のパーツを外してあげましょう。でこちらがね用意できましたら付属の刃をねここに差し込んであげますよと。はい、
これで展開状態になりましたよと。まあこれだけいつもと同じ感じ。で、もう一個のね、こちらね、連結パターンがありますね。これをね、手の甲のパーツを外して取り付けてあげて、両端にね、刃を取り付けてあげれば、連結状態で運用も可能と。手の甲のパーツを外すのが嫌な場合はね、ここ一応ね、別パーツ化されておりますんでね、ここでの脱着でも可能かな。まあ、ここよりもね、やはり手の甲のパーツを外した方がね、いいと思いますけどね。まあ一応こうすることによってね、ビームサーベルの保持が可能となっております。まあ元の状態に戻すぎには、ただね、外して、所定の位置に戻すだけという感じになっておりますよと。で、ビームライフルに関しましてはね、一応こちら、先に連結のね、お話からしようかなと思いますけど、連結に関しましては、以前のストライクフリーダムの時と同じ。違いに関しましては、シールがですね、若干違うと。上から見た時のここの部分をね、補うシールがあるのと、あとはここの赤いシールがですね、一枚物になったっていう、そういう違いですよと。で、これじゃあね、グリップ部分の可動もありますし、ここの部分がね、こういう風に動きますよと。で、あとは、確かここは伸びるはずと。はい。で、こいつを畳んであげて、こいつをね、ブスッと刺して、後ろの部分を引っ張って延長すると。これで連結状態になりましたよと。あとこの状態でね、保持させることも可能と。一応片方で持って、反対の手はサポートみたいなね、感じで構える感じですね。一応こちらのね、ビームライフルの連結機構っていうのが、ストライクフリーダムの時と同じという風になっておりますよと。で、保持方法はね、当然ながらグリップをね、使って構えるという感じですね。ここをね、起こしてあげて、手の甲のパーツを外して、で、こいつを組み付けてと。そして手の甲のパーツを閉じると。やりづらいんだったら手はね、外してしまって、こういう風につけた方がいいのかなと。比較的上の方にね、入れる感じですね。で、ここでバチッと入れてあげれば、これで、ライフルをね、取り付けることができましたので、あとはね、こいつにつけてあげれば、こんな感じで、ビームライフルの取り付けが完了と。ただ、パッケージの関係でね、マイティストライクフリーダムって、ビームライフルっていうよりも、ここにありますね、実験をね、持ってるイメージがあるんでね。まあ一応、ライフルはおまけみたいな雰囲気かな。はい。一応、こんな感じでつけることができましたと。マウントに関しましては、先ほどもね、ちょっとやった通りですけど、グリップを畳みますと。この形にしてあげたら、横のピンを利用して、ここに組み付けると。なので、かなり分厚くなりますね。ストライクフリーダムの時はね、ここのパーツが後ろに行ってたので、この辺がね、ちょっとシュッとしましたけどね。こういう風に重なるんで、若干厚めになるのがね、気にはなりますけど、一応こんな感じでね、マウントさせることができましたと。で、あとは、反対のね、やつもマウントしてしまおうかな。で、あとは、横についているサイドアーマーのところのレールですね。そちらをね、動かしていこうかなと。ちなみにサーベルグリップはね、あっという間に吹っ飛んでったんでね、外したまま、このまま進行していきたいと思います。展開に関しましては、ただ単にこいつをね、グイッと引っ張って、上に持ち上げるだけと。で、ここ自体はね、伸縮ギミックとかね、特にありませんので、上に起こしておしまいという感じですね。はい。こういう感じ。まあ、両手にね、ライフル持って、この状態で、ね、展開して使うっていう感じかな。はい。一応ね、こんな感じになっておりましたよと。はい。ではですね、装備物としましてね、あとはビームシールドのお話をしていこうかなと。ビームシールドに関しましては、腕についているこちらのパーツですね。この赤いのを外します。で、これ自体は爪引っかかる部分がありませんので、今みたいな感じでピョンと飛んでいく可能性がありますんでね、十分気をつけましょうと。一応こちらがね、用意できましたら、中心部分に外しておいたこの赤いパーツをね、ブスッと入れると。で、あとはこいつをね、このまんまここに差し込んであげれば、ビームシールドの展開が完了すると。片方分しかないんでね、まあ両方で展開することはないと思いますけどね、こういう風に取り付けることができたと。基部部分での稼働はありませんので、この状態でね、ひねるとかね、そういうことはできませんので、これで固定ですね。はい。一応これでね、展開状態できましたと。戻し方は逆手順でね、こっから外してあげて、真ん中の赤いパーツを外すと。ただ、これもですね、かなり外しづらいと思いますんでね、気をつけて外してあげて、元の位置に戻すという感じになっております。はい。とりあえず、ストライクフリーダム2式と言いますかね、こちらの状態はこんな感じになっておりましたと。先に、こちらね、プラウドディフェンダーの話をしていこうかなと。プラウドディフェンダーに関しましてはね、一応こちらにありまして、一応上から見るとこういう感じ。正面ですよ、横、後ろ側、反対、そして底という感じになっております。で、ここですね。後々はね、展開ギミックの時にね、やりますけど、ここ開くんですけどね、最後まで押しても、テンションでちょっと、パカッと開きやすいんですね。なんでここの部分は若干調整というかね、渋めにしておいた方がいいのかなと思いますけど、まあこれしょうがないんでね、こういう感じだと思っているしかないかなと。
で、こちらのね、刀っていうかね、こいつに関しましてはここにはまってるだけなんですけど、ここ全塗装をかけた時に、ここのところにパチッと入れるんでね、下手すると塗装がね、剥げてしまう可能性があるんで、ここの部分は十分気をつける必要性があるかなと。あと、こちら自体もね、脱着繰り返すとね、この辺傷だらけになる可能性がありますよね。まあ、そこの部分は十分覚悟して運用する感じかなと。あと、ここの青いシールもですね、若干足りない感じがするのと、触ってるうちにね、ボロボロになると思うんでね、できれば塗った方がいいかなと思いますよね。一応こちらがプラウドディフェンダーというやつでございましたよと。はい。では、これはちょっと一旦避けておきまして、ここでちょっと実験をね、やっていこうかなと。こちらのストライクフリーダム2式。こちらとですね、以前紹介しました、こちらのストライクフリーダム。ちょっと比較してみようかな。で、全く違うっていうね。雰囲気はね、ありはしますけどね。こちらの回収型がこちらなんですけどね。頭部パーツの出来も全然違うし、フロントアーマー、ボディのね、長さとか足とかね、肩アーマーの形状、前腕とかの形状もね、全然違いますね。ものすごくこいつがかっこいいですね。はい。イメージ的にはこちらが通常のマスターグレード、こちらはメタルビルドみたいなね、そんな雰囲気ですね。はい。一応こんな感じのね、通常のストライクフリーダム。一応こちらが認識という感じですね。で、果たしてこちらのバックパックをね、組み付けることができるかっていう実験をしていきたいと思います。バックパック自体はそのままね、スパーンと外すことができるんで外しましょうと。で、こちらのバックパックをこちらに組み付けることができるのかと。今ついているバックパックはこれ外す必要性がありますので、ちょっと外しましょう。で、外したこちらの穴とね、合うかという感じね。これが合えば合いましたね。はい。これで、ストライクフリーダムガンダム認識という感じになりましたね。はい。先ほどの、今ね、こちらね、転がっておりますかね。こちらと比べるとね、全体的にかなりかっこよくなったのかなとは思います。ただまあ、本体の方ですね。錦本体の方は、シャープになったりとかね、デザイン的にね、いろいろ変わっておりますからね。背中の部分がちょっとそのままなんでね、ちょっとこちらがあっさり気味ですけどね。まあ一応こんな感じで、組み合わせることができましたので、こちらのね、マイティストライクフリーダムガンダム持っている人はね、以前紹介した、床にちょっと転がってますけどね。ストライクフリーダムとね、組み合わせて、ね、こちらの形にしてみてね、楽しんでみるというのもいいと思います。はい。まあ、この逆にですね、こちらのパーツを、こっちに組み付けてね、プラウドディフェンダーつけることもできると思いますからね。まあ、それはね、おのおのやっていただければと思いますけど。まあ、一応こんな感じで組み合わせることができましたよと。では、こいつをね、外してあげて、マイティストライクフリーダムにしていきたいと思います。まあ、これができるのはね、非常にいいと思います。で、行ってみようかなと。取り付け方に関しましては、背中ですね。そちらのところにバックパックを設けると。まあ、もともとついてたですね。そちらをつけますよと。で、こちらのですね、ここのスリットのところに対してこいつを直接刺しますと。で、入れるときにちょっとね、羽を逃がした方がやりやすいと思います。で、あとこの辺ですね、機種を畳むとかね、そういう機構はなく、そのまんま上から下に向かってぶっ刺してあげると。そうするとね、これで、マイティストライクフリーダムガンダム完成という形になります。一応ビームライフルね、横にマウントしておりますけど、こんな感じ。正面がこちらですね。で、横ですよ。後ろ側で反対という感じになっております。まあ当然ながら後ろ側がね、かなり重たくなりますんでね、台座をね、用意しておいた方がいいと思います。で、ギミックに関しましてはね、ボディはね、そのままなんで、後ろの部分のお話と。一応根元ですね、ここの部分の可動と、内外の可動がありますんでね、干渉を回避するように動かすことができますよと。背面についているこちらに関しましては先ほどからね外しておりますけど、こっから取りますと。ちなみに根元ですね、ここの部分が稼働してくれるんでね、ここの状態でグッとね、内側に寄せて、抜くようなね、ポーズも取れるのかなと。外し終わりましたこちらはそのままね、手にスポッと刺してあげれば保持させることができるという感じと。まあ、ビームサーベルと違ってね、実体験なんで、また印象が変わっていい感じかなと。で、あとこちらのウィングパーツ。こちらの展開に関しては、内側の方が、一番跳ね上がる感じですね。外側がグイッと行くんではなく、内側がね、一番跳ね上がると。一応こういう風に展開してあげると。で、あと中ですね。この部分を開いてあげましょう。プラス、ここですね。こちらの部分もガチャッと開くことができるんでね。こういう風に開いてあげると。反対もね、同様に開いてあげると。こんな感じかな。で、もう一枚の方もね、多少調整しておいた方がいいのかなと。はい。一応展開させるとね、このような感じになりますよ。これがですね、プラウドディフェンダーのウィング部分のね、展開になりますよと。で、ここからさらにですね、展開ができますので、それがこちらのね、縁の部分ですね。
こちらに関しては、ここね、上方向にガチャッと引っ張ると。一応ロックがかかるみたいな感じでね、展開できますんで、一番端っこですね、ここを開いてあげて、根元を開くという感じですね。なので、全部ね、端の方から開いて、下の部分を開くという感じにやっていくという形なので、さっさとね、全部展開してしまいたいと思います。はい、展開完了です。ここの部分ですね、先ほどまで白と金色のね、羽だった部分に、ピンクのラインがね、増えるんでね、さらに派手になりましたと。で、こちらのピンクのシールに関しましてはね、紙のシールというよりもプラスチックシールになっておりますんでね、光沢もさらにありますんで、非常に良い輝きとなっております。で、一応この状態になりましたらね、ヘッドパーツ、中心部分を外してね、こちらに変えると。こちらがディスラプターかな。で、変え方に関しましては中心部分を外しますよと。で、こちらと丸ごと変えるという感じになっておりますんで、やりづらければ頭部を抜きましょう。で、こいつをね、こっから抜くと。で、硬いので、下手すると角折ってしまうんでね、十分気をつけながらね、ここの部分を外してあげると。はい、なんとかね、苦労しながら外したと。で、これが外し終わりましたら、展開済みのやつをここにぶっ刺してあげると。こうすることによってね、額の部分パカッと開いたね、こちらの状態にできましたよと。まあ、あとはこちらね、元の位置に戻してあげれば、額の部分ね、展開した形にできますよと。ただ、蓋の部分はね、シールになっておりますよね。他の部分はね、ありませんので、ここは塗装した方がね、見た目が良くなりますね。はい。一応こんな感じでございましたよと。いかがだったでしょうかね。組み立てに関しましてはね、前回やりましたけど、先ほどちらっと出しましたね。HGCE のストライクフリーダム。あちらとね、なんとなく同じかなと思ったんですけどね。実際比較してみると、かなりこちらの方がね、シャープになっててね、めちゃくちゃかっこよくなっておりましたね。で、肘とかね、手首パーツとか、こちらの部分の黄色もですね、メッキみたいな感じになっておりますんでね。これもですね、先ほどのやつと違ってね、全然輝きが違って、さらに良くなってると思いましたね。で、そちらとですね、バックパックをね、交換するとかね、そちらをね、こいつにつけることによって、ストライクフリーダムガンダムに式にすることもできますし、今回のセットでね、マイティストライクフリーダムにすることもできるっていう、一応連動ギミック的なものもね、あるんで、これはこれでなかなか良かったんじゃないかなと。背面についておりますプラウドディフェンダーに関しましてもね、付け方自体はただ単にバックパックにぶっ刺してるだけですけど、展開することによってね、かなり派手になってね、これはこれで良かったんじゃないかなと思います。ちょっとね、アンテナの部分の交換ですね、それによってね、こちらのね、ディスラプターの展開がね、再現されるのはいいですけど、若干交換がね、硬いので、そこの部分の微調整をね、しなきゃいけないのと、素材の関係上、下手するとバキッとね、いってしまうような感じがするんでね、そこの部分の微調整だったりとかね、今後のメンテナンスとかがね、若干絡んではきますけど、かなりかっこいいと思いますんでね、気になった方は入手していただきたいと思います。とりあえずまだまだね、再販されてね、入手の機会はまだまだあると思いますんで、気になった方はぜひとも入手して楽しんでいただきたいと思います。もう一つ、こちらを買う場合はですね、当然ながら背中の部分がね、かなり重たくなりますんで、アクションベースはね、一緒に買ってね、ディスプレイできるようにした方がいいでしょう。刺さる位置はですね、真ん中のところに穴がありますんでね、このところに刺してあげる感じなんで、まあ、しっかりとね、浮かせることができると思いますんで、台座も含めてね、買って楽しんでいただければと思います。はい。ということで今回ですね、HGCE のマイティストライクフリーダムガンダム。こちらのですね、本体の方の可動配。それから以前紹介しましたストライクフリーダムの方と軽く比較して、バックパックをね、こちらに移植したストライクフリーダムガンダム2式の作成。それから背面にね、プラウドディフェンダーをつけてあげて、展開させたね、こちらの形とかね、ディスラプターの展開とか、こちらをね、やっていきました。はい。ということで、次回ですね。次回はですね、フリーダムと言ったらもう一体、ジャスティスですね。そちらの新しいやつ入手しておりますんで、そちらをですね、次回やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。